駒澤大学1、2年生だけで組んでみた出雲駅伝区間エントリー。よろしくお願いします。1、2年生か。はい、今回はですね、1、2年生だけで、はいはい、駒澤大学の区間エントリーを組んでみました、出雲駅伝。まあ、1、2年生だけでも相当強いんじゃないかという。いやなんなら優勝しちゃうんじゃないっていうくらい。そのくらいのメンバー揃ってます？強いですよ。いや、出雲強いと思いますよ。うん。まあ、もちろん3、4年生入れると相当やばい。まあ、3、4年生をね、また外さなきゃいけないでしょ。いや相当1、2年生だけも強いと思いますけども、はい。この6人選んでみたいと思いますので、お願いします。はい。それではヨッシーからいただきます、はい、1年生の区間エントリー駒澤大学お願いします。はい、僕はこちらです。どん1区佐藤圭太選手、2区に工藤選手1年生、はいはい、で3区に伊藤選手2年生ですね。で4区に小山選手、1年生、5区に安原海星選手、1年生、で6区に山川選手、なるほど、2年生、はい、絶対強いよ。もうなりましたね。すごいな。いや、めちゃくちゃ強いと思います。まあ、まずね、1区は佐藤圭太選手ですね。はい、はい。はい。まあ、前回ね、2区走って、あの、三浦龍司君に勝ちましたよね。うん、そうでしたね、はい。で、区間賞を取りました。1区はね、8キロっていう距離になるんですけど、はい、まあ、都大路のね、3区でも素晴らしい走りしてるんで、まあ、距離は全く問題ないんじゃないかなと思ってます。なるほど。もうね、なんなら3、4年生入れても、1区佐藤圭太君でいいんじゃないかなと思いますもんね。おー。はい。そのぐらい強い。なるほどね。はい、そして2区は工藤選手1年生ですね、はい、一関学院ですよね。高校時代もね、都大路で、まあ、素晴らしい結果をね、残した選手で、3年生の時はね、1区で7位でしたよね、でこの方ね、あの 100m を11秒台で走れるぐらいね、すごいスピードを持ってる選手なんですよ。なるほど。なのでこの2区のスピード区間で見たいなと思いますね、で3区に伊藤選手、青井選手、はい、まあ、箱根駅伝ではね、6区で区間賞を取ったランナーですよね、はい、素晴らしいタイムで走りました。そしてね、この選手長い距離を非常に得意としているということで、まあ、あの3区 8.5 キロ区間、ここに起用したいなと思いますね、はい、で4区に、ね、小山選手、小山選手、はい、1年生来ましたね、はい、まあ、この方ね、中学時代からね、もう本当世代ではトップクラスのランナーだったんですよね、あの都大路もね、3年生の時は1区で区間4位でしたから、もうこの方もね、1、2年生縛りじゃなくても、なんだら走るんじゃないかなって僕思ってる。いや、ありえますよ。はい、そのぐらい強いですよ。確かに。で、まあ、1年生なんで、一番走りやすそうな、まあ、つなぎの4区で。見たいかなと思いますね、で5区にね、安原海星選手しました、はい、まあね、皆さんご存知、安原太陽くんのね、弟さんになりますね、都大路はね、3年連続走って、で2年生3年生の時は3区で8位っていうね、もう非常に実績のある選手ですね、で、なんかロードにね、すごい強いイメージがあるんで、まあ、この方もなんかいきなり抜擢されてもおかしくないんじゃないかなと思いますね、なるほどね、はい、でね、6区は山川選手、はい、まあ、この方ね、全日本では区間賞を取って、で箱根ではね、5区4位っていうね、まあ、非常にロードで安定してる選手ですよね、で関東インカレもね、ハーフで2位でしたから、はいはい、やっぱりこの一番長い6区で見たいなと思います、なるほど、はい、かなり強いと思います。強いですね、見たいですね、もう見たい、なんならこのメンバーで ねどこまでやれるか、 すごいな、わかりました、はい、これはもう答えるからどうじゃも同じぐらいのメンバーじゃないかなと思っちゃったりもしますけど、どうですか、そうも熱いからね、どうなのかな。じゃあどうちゃんの6人お願いします、はい、はい、僕の6人はこちらです、はい、1区伊藤選手、2区佐藤圭太選手、3区小山選手、4区工藤選手、5区に新谷選手、うわ出た、で6区に山川選手です、おお、サプライズは新谷君かな、やっぱ、注目だからね、そういうことね、もういわば、まあ、2年生で言えば、はい、圭太君はちょっと走ってないんですけど、まあ、箱根で活躍した、で、まあ、全日本出雲で活躍した選手を、もちろんこの3人で集めています、はいはい、で1年生はまだ未知なんで、確かにやっぱ高校の時の実績と、やっぱ今年に入っての、やっぱりちょっと調子、で一応考えました、なるほど、はい、ということでこの6人になったんですけど、1区伊藤君は、はい、まあ、僕のイメージでいくと、まあ、全然違うんでしょうけど、なんか6区はスタートってイメージなんですよ、あ、箱根の6区は、まあね、自社スタートとゆえ、用意ドンなんですよね、だからまあ1区は伊藤君でなるほどっていう感じの、まあ、適正でっていう感じですね、はいはいはい、で2区は佐藤圭太選手、まあ吉井言ったように三浦君に勝って区間新出したんですよね、去年、だから区
冠新男は僕入れたいんですよ、絶対そこに、まあはい、で3区は小山選手、もう数々の動画で僕駒澤の1年で小山君が相当力持ってる、いや一番活躍するんじゃないかとまでちょっと押してるんですけど、はい、8キロ区間でですね、うん、ちょっと使ってみたいなと、まあ全然いけると思います、うん、はい、なるほどね。で4区工藤選手、うん、ヨッシーは2区か、うん、そうですね、いややっぱそうな、そう考えるんですよ、やっぱ短い距離は、うん、彼やっぱ短い距離もちょっと速いんで、うん、1500も3000も速いんですよ、そうですね、ただ、まあ、また今年走ってないっていうのもあって、うん、入学してですね、うん、数々の公式記録がまだないんですよね、大学に入っての、うん、はいはい、だけど、まあ、高校のポテンシャルで選びました、うん、まあ、一関学院で、まあ、都道府県とかも選ばれてますからね、うん、はい、で5区は新谷選手ですね、来たよ、ここです、はい、来ましたね、この方は、まあ、14分20秒台ぐらいで入学したんですけど、うん、先月ですよ、6月、うん、今年の、はい、14分16秒というね、うん、自己新を出してるんですよね、うん、はあ、日体大記録会だったと思いますけど、うんうん、10秒そこら縮めるって、うん、やっぱ僕の中では伸びてると思うんですよ、いきなりのレース、そうですよ、ね、だから、あの、新谷君をちょっと調子いいということで、うん、出雲だったらということで、ちょっと選びました。なるほど。で、6区は山川選手。うん。はい。うん、5区がアンカーってイメージなんですよね。うん、僕の上がるの、うん。で、タフなコース、長い距離。うん。彼、いけると思うんですよね。まあ、全日本と箱根見ただけで。うん、はい。で、長野の上稲でしょう。うん。まあ、なかなか長野もね、山間地域なんで、だから、そこら辺のね、攻略っていうか、そういうところももう高校時代から慣れてるかなと思って、うん、この6区で選びました。あ、そう、ヨッシーも一緒ですね、6区、山川。そうですね。はい、うん、ここはちょっと硬い気がしますよね。そうですね。なるほどね。やっぱ長い距離一番強いのは山川君ですよね。うん、この世代でね、うん。お互い見合ってみて、やっぱりこう、うん、まあ、どうですか、まあ、似てましたけど、うん、メンバーはね、うん、出ますけど、結局新谷君か海星君かってことですか、そうですね、うん、確かに確かに、まあ、どっちも1年生で、うんうん、まあ1年3人2年3人です、ね、うん、そうですね、ちなみにですけどこの選手入れたかったという選手います、あ、います、1人悩んだ選手います、はい、よし、誰ですか、僕はね、木山君です、あ、2年生の、なるほど、はい、あの下りにめっぽう強いと言われている、はいはい、木山君なんですけど、うん、まだちょっとね、なんかベールを脱いでなさすぎて、確かにちょっとなんかどっか入れようかなと思ったんですけど、うん、なんかイメージがわからなかったんですよね、うん、うん、まあ、だから実際どのぐらい強いのかもちょっとあんまりわからないんで、そう、ね、ちょっと今回入れてないんですけど、うん、まあでも噂が本当ならね、めちゃくちゃ強いでしょうから、確かに、うん、あともう木山っていう名前だけで僕たちロック予想とかした、しかねませんからね、帰る山、帰ってくる、帰る山で、うん、帰る山、うん、でももう注目の選手の一人ではあるのは知らないですけど、うん、そうですね、どうちゃんとその入れたかったもう一人の選手も、もう一人ですね、まあいろいろ考えて、まあ、安原君もそれはあるんですけど、うん、まあ、僕は安原君より上坂君、うん、お、智弁から1年生、はい、1年生なんですけどね、うん、この方は、まあ、高校時代の強さがちょっと際立ってたんで、うん、もういきなりやってくれるんじゃないかというような感じでちょっと考えましたね、うん、あ、そうですか、ポテンシャル高いんでやっぱ、うんうん、いや1年生いい選手本当多いっすねあの駒澤に1年生いいから、うんうん、ねえ、はい、ここがもうとんでもない走りしたらもうあと何年かまた強いんじゃないですか、ずっと、ね、いつまで強いのかなって感じにしません、ね、三冠チームでね、こんな1年生いっぱい入ってきていいのかって感じですよ、確かに確かに正直このメンバーだと優勝しかねないということですか、うん、先ほど僕のこの6人は、うん、あるんじゃないかなと思います、確かに強いですよね、はい、ちなみに今の歴史でですよ、うん、1、2年生だけで戦った駅伝ってあります、あんまり聞かないかな、あんまり聞いたことないですね、うんうん、去年の城西は箱根なんか4年生使わないとかありましたよね、それはありました、ね、3年生は走ってますね、多分ね、うん、3、4年生が出ないってことはまあめったにまあそうですよね、考えたらね、うん、いやでもこの1年生だけでこれね、うん、これだけ強い選手が組めるという駒澤大学、うん、本当に層が厚いというか、うん、末恐ろしいというか、はい、いや素晴らしいなと思います、うん、まあ、このシリーズね、他の大学でもやれるとかってやってみたいなと思います、ね、はい、本日はですね、駒澤大学1年生だけで組んでみた、これはね、出雲駅伝編でした、どうもありがとうございました、ありがとうございました。